はいどうもおはようございます。今日は2019年の9月の16日、16だから何曜日だ、今日月曜日かな、よいしょ、月曜日ですね。9月の16日朝の8時24分です。よろしくお願いします。いやーねー、昨日すごい体験をしてきましたよ。すごかったすごかったっすね。不思議なこともあるもんですね。ちょっと長い旅から帰ってきましたよみんなどうですか、調子は元気ですか。あ、これで音聞こえるよね。大丈夫だよね。お疲れ様でーす。いやー、お、メール来てる。お、写真の方購入してくれるお客様が問い合わせ来たね。ありがたいな。はい、ワドツー、たぬきさんいらっしゃい。
ああ、おはよう、セフィ。おはよう、ニゴさん。タンキさん、ゴさん、ワドツ。みんなおはよう。ちょっとごめんね。今ね、写真の問い合わせが来てて、DM だけ一件返させて。なんかね、写真作品買ってくれるお客様がいるから、ちょっと待ってて。ちょっと待ってね。最近配信減った？ごめんね。あのね、夜やってるかな。ごめんね。お疲れお疲れ。来てくれてありがとう。はい、おはよう。おう、ニア、おはよう、お疲れ。おはよう。おはよう。いや、すごい体験したよ、みんな。神様に会ったね。神様に会ってきましたね。皆さん、おはようございます。楽しんでいってください。はい、おはよう。いや、神様に会ったよ。いや、すごかったよ。おはようございます。おはよう。いや、思ってたのと全然違ったよ。おはよう、みんな、いや、すごかったね、体験的には。34歳だね。34歳。2019年の9月の15日についに、あ、免許はね、あの、まだまだ23日からだから免許はまだっすね。詳しくお願いします。あの、俺がさ、昔からそのヨーガとかやってて、で、最近3月ぐらいからそのなんか異世界に行くことができるようになったのね。で、ずっと修行を重ねてて、第6層って呼ばれてる天使の世界とか、第7層に、いや、神様の世界っていうのがあるんだけど、そこに向かってずっと修行をしてたんだけど、ついにね、昨日ね、あの、神様のところに会いに行ったんですけど、すごかったね。すごかった。あ、こういうことだったんだっていう。ついに行けた。ついに行ったね。ついに行ったね。もう、びっくりしたね、ちょっと。すごいっていうのは、まあ、簡単に言うと、昨日ね、だからヨガ瞑想してる時にふとグワーって登っていったんだけど、なんていうのかな、パッて目が覚めたっていうのかな、パッてこっち側に帰ってきて、一瞬ね、何回かこう行ったり来たりして、パッて目覚めたり、グーって潜っていって登ったり、パッみたいなのをずっと繰り返したけど、もうこのまま身を委ねようみたいな感じで、その意識が遠くなっていくんだよね、ずっとボケっと。で、自我が消失していく。言葉にするとね、ちょっと変わっちゃうんだけど、簡単に言うと、その自分の意識がなくなっていって、で、つながっていくんだよ、だんだん。その向こう側と、で、向こう側の、その俺は精霊に会うのが目標だったんだけど、第6層に行くのが目標だったんだけど、どうやらね、そこをブワーって通過してね、7層にまで行って、神様みたいなもの、もう意識とかじゃなくて、なんて言ったらいいのかな、体にある宇宙と外側にある世界っていうのがつながっ
ってつながってるじゃなくて、ね、もう同調して、で体からチャクラが吹き上げる、もうねチャクラとかいう状態じゃなくて、あのなんていうのかななんていうんだろ もうエネルギー体みたいになっちゃって、でエネルギーそのものになって意識がなくてブワーっていってパッて戻ってきたらゲロ2リッターぐらい吐いたねとんでもない量のゲロ吐いた。2リッターぐらいブワーっつって体からもう全部出てくるの、体液が。すごかったね、壮絶だったね。でもうなんか肩こりとかそのクマとか疲れとかがもう要は体液になってブワーって、形はないね、うん、形はないね、うん、いやすごかったね。なんかあえて言葉にするなら光、光そのものっていうか、すごかったな、うん、でもねあれはね人が踏み込んじゃいけない領域だと思ったね。あの人の体を維持するのは無理、あそこの場所で。すごかったね。まあそういう体験をしたかな。神秘的とかいうレベルじゃなかったの。怖いね逆に今考えると、よくあんな危ないことしたなみたいな、うん、真理の扉はもう3月の段階で5層って言うんだけど、俺らの人間界、今普通に生きてる人間界って4層って俺は呼んでて、でその4層の先っていうのが第5層って言われてる世界で、そこは真理の扉。そうリョン、そうもう浅井さんが言ってる通りだった。本当に浅井さんが言ってる通りだった。本当に今鳥肌立ったわ。そうだから浅井さんと同じもん見たよ。浅井さんが言ってた光ってこれかっていう。扉を開いたのはだから5層に行った時に扉を開いた。速報は俺んところで速報書くんだ速報ありがとう八郎さん。いやでもすごかったね。いやあのね6層に行ったのか7層に行ったの、第1層っていうのは鉱物の世界みたいな無機物の世界で、で第2層っていうのが植物とかがある世界で、第3層っていうのが動物とかがある世界で、第4層が人間意識とかを持ってる世界で、第5層は人間が拡張した世界、要は真理の扉とかアカシックレコードとか、なんて言ったらいいのかな、そういうみんなが読んでるもんだから、真理の扉とかみんなが読んでるものはもう知ってたの。真理の扉どんなのでしょうって、それいつも話してるけど何でもわかるっていう世界だね。朝から超えたね、マジで7層到達記念にナイスありがとう。いや生きて帰って本当にとんでもなかったよ。リョン2リッターぐらいブワーってずっともうあのさ本当に笑うぐらい吐いたもん。本当に笑うぐらい吐いた。あのねこんなに体液出るのかっていうぐらい、なんていうのかな、あのねグラップラーバキっていう漫画のジャックハンマーのシーン知ってる？ジャックハンマーがドゥワーって吐くやつ、あんなぐらい出たもん。もう床中びっちゃびちゃになるぐらい吐いた。すごかったね、ビビったもん。あもう死んだなって思ったもん、こっちに帰ってきた時。もう持たないと思って。だけど逆になんかこうカルマが落ちたっていうか、なんかカルマが浄化されたみたいな、なんか悪いものが全部出たみたいな、なんか本当映画みたいだったよ。情報が入りすぎる世界でよく生きてこれました、ね、いやマジで。あのねかんあのまあなんつうんだろう、もう行かない方がいいねあそこは。うん、あそこはダメだっていうか、まあ人が踏み込んじゃいけない領域だよね、軽々しく。うん7層おせんべいはないかな八号さん。7層おせんべいはないな。でもまあ土産話だったらいくらでもあのちゃんとするよ。うん、あでもすごいいい体験だったね。情報そうあのね現実的なこっちの肉体の世界で言うと、情報量で頭がパンクして発狂するみたいな感じかな。うん、そうだからアウアウアーになっちゃったりとか死んじゃったりとか、だから体が持たなくて心臓停止しちゃったりとか、
俺は吐くっていう現象だったね。怒られたね。いや、11号さん、ネタでも何でもなくて、怒られたっていうかね、それも、知り合いに話したんだけど、獅子神ですよっていう、宮崎駿の獅子神だよね。価値観全部変わった。全部変わった。全部、全部変わった、変わった。天使さえも神も見たことがないのがほとんどみたいだけど、光だからなんだね。みんなが言ってる翼の生えた天使とか、その神様みたいな像、白い布をまとってるみたいなのは、あれは偶像、完全に嘘だね。何準備したらいいか。いや、死んだら七層に行きますから普通に生きて、普通に生きるのがいいと思うねおばあちゃんはもう近いでしょ。大丈夫だよ。おばあちゃんもう5層ぐらいに足踏み込んでるから、うん、いや、すごかったね。34歳だったね。入るときインターホン押さないとダメだね。いや、でもね、ほんとね、冗談でも何でもなく、人が軽々しく踏み込んではいけない領域だったね。いや、ていうか宮崎駿すげえと思った。宮崎駿間違いなく向こうに行ったことがある人間だね。獅子神とかがよく分かった意味が、あの描写正しい、うん、生きてるうちに行きたい。死んじゃうよ生きてるうちに、うん、いやー、まあまあ、そんな体験をして帰ってきましたね。すごかったっすね。はい、いやー、すごかった。びっくりしたよ、本当に。もうカメラってこっちだとダメなのかな。カメラこっちだと微妙だな。こっちだと微妙だよね、なんかね。どう、みんな、カメラこっち微妙だよね。微妙だよね、こっちね、うん、ちょっと微妙だな。でいっか。あ、会える会える。全然会えるよ。会えるっていう言葉を言うと物理的に会うみたいな感じだけど、ニアが望んでる形では会える。それは約束する。景色とかない、もう。もはや7層に入るとっていうか6層の時点でもう景色とかそういうのはない。削ろうね、削ろうね。ちょっとおしゃべりさせてよちょっとおしゃべりさせて、11号さん。いやー、素晴らしいね。ビューティフォーだね、ビューティフォー。いやー、ああ、いつ会えるよ。それはね、約束する。それは約束するけど、多分ニアさんが思ってるような、こうペットを抱いて、わあ会えたとかありがとうとか、そういう感じではないけれども、会うことはできる、会うことはできる、うん、それはね、約束する。大丈夫だよ、必ず会えるから。嘘言うな。まあ、嘘言うなって言われても、証明しろって言われても、なかなか証明できないかな。獅子神みたいな形はないけど、形は存在しない。だけど、イメージとしてはあれが近いね、すごく。うん、MK ウルトラ計画ってなんだろう。キキさんいらっしゃい、うん。いや、いいよ、別に信じても疑っても。もうどうせもう5層の時点でもう誰も信じてくんないっていうのは分かってたから信じたい人が信じればいいし、信じたくない人は信じなくなくていいよ。いやー、神に愛されたリスナー、本当にやばい体験したよ。やばかったね、うん、すごかったよ。いやー、死ぬかと思ったよ。人生で一番死ぬかと思ったね。あ、関係ない関係ない。花火投げなくても投げても会えるから大丈夫。
そういう霊感商法とかやるつもり全くないから大丈夫、そこは大丈夫、会えるから。そういう嘘みたいなものはやらないから。いやー、神秘だな。まあ難しいんだよ、言葉にするの。ごめんね、ごめんね、三号さん、ごめんね、ごめんね、あの写真の問い合わせが来てるの。相変わらず気持ち悪い。しょうがないじゃん、ハゲちゃってんだから。ウルトラヘブン花火、ウルトラヘブン知ってるんだ。すげえいい作品だよね。ウルトラヘブン知ってるんだ、すごいね。デコに鼻くそ。あ、これ？これピアス、ピアス。これピアス。いやいや、第7層に行く、行かないとか、全然それでオフ制とか、そういうのないよ。創作活動に生かせるっていうか、まあ、生かせるだろうね。天国地獄と七層の関係について素人に分かるように教えて。天国と地獄に行くかは、四層から五層に入る間の自分の人生のフラッシュバックが起こるんだけど、要はループするのね。で、その時に起こって、要は現世四層で生きてる時にカルマが溜まってると、その要は悪い行いとかトラウマとかが残ってると、その五層に行く段階でフラッシュバックするっていう感じかな。だから逆にいいこととかいい思い出がいっぱいある人は、その天国に行くっていうニュアンスだ。で、5層、6層、7層に入ってくると霊界の世界だから、そっから先っていうのはあんまり、なんていうのかな。もう、許された世界って感じかな。だから天国、地獄とかじゃないっていうか、そんな感じかな。
何言うてんねんお前。いや電話で別に、じゃあ論破したい人いる？論破したい人いるんだったら全然トツかけてきていいよ。全然本当のこと喋れるから、うん、じゃあ LINE 公開しとこうか。いや別になんかいいんだけどね、嘘だと思われても、なるほど詳しくはない。あーどうもどうもこんにちは。全然全然なんか普通に話しますよ。アイテム稼げてないもん今。アイテム稼げてない月収10万円もないもん、精神科医の方がいたら全然話しますよ僕。全然いいよ、論破は全然したくないんだ。今来ました。どんな話ですか。いやなんか昨日神様に会ったって話だね昨日神様に会ったって、ただそれだけなんだけど、ちょっとタバコ吸ってくるわまあいいんだよ別に、嘘でも本当でも何でも、みんなにとってこれはね埋め込んでる。
海賊か。はい、7層。いいよ、もういろいろ分かったから、俺が悪かったんだよ。いろいろ分かったよ、いろんなことが分かった、もう完全に統合失調症だよね、傍から見たらね、完全に統合失調症だよ。お薬増やしますねだよね。いやそうだろうね。まあまあいいじゃん、面白いじゃん、旗から見てる分には。諭された、跳ね返されたかな。跳ね返されたね。はい、ワドツ。ウルトラヘブン実写化できるどころのレベルじゃないよ。もう全部分かったよ。ていうか、ウルトラヘブンはもう間違いなく、あれはもう向こう側に行った人だね。うん。宗教をやるつもりはないかな。そうだね。イエス・キリストと同じ状態だね。ブッダとか。うん。それは間違いなくあそこに行ったね。すごい。言ってる意味が全部分かったね。いやすごいね、キリストもブッダもすごいよ、ね、やっぱね、いや現代では病気だろうね、いや当時も病気扱いされたと思うよ、当時も病人扱いだと思った、いやでもね、いや18号ね、本当にねそれ思ったよ、知的好奇心とかそういう探求とかそういうレベルで踏み込んでいい領域ではなかったね、それは間違いないね、映画作りたいよ、あードロンジョ様可愛かったよね、深田恭子可愛いよね、未だに可愛いしね、ていうかさ、昨日さセブンイレブン行ってびっくりしたんだけど、足立海老けたね、足立海が雑誌の表紙になってて38歳だったけどおばちゃんになっちゃったんだね、ついにね、ちょっと悲しかったね、35歳とか4歳とか3年ぐらい前まですごい綺麗だったけど急に老けちゃったね。最近着てるよ黒い服、着る？毎日着てるよ。いやいや、雑誌見てごらん、今の足立海結構びっくりするよ、もうシワができちゃってて、塾女好きだけどちょっとね、もう女性じゃなくなったね、おばちゃんになったね、女性としてじゃないね。四層の話だから。まあまあそうだね。大川隆法みたいな映画作ろう。第7層。あ、花火いただけたら嬉しいですけど、お金のある人だけで全然いいよ。型っていうか人ではなかったね。なんかこう光そのものみたいな感じかな。光そのものだったね、映画作るって、アイテム返してくださいって29号さんアイテム投げたの、ちゃんと作ってるよ、ちょっと待っててよ、あ、そうだね。シータ波とか。っていうかもうエーテル体、アストラル体の状態っていうか、エネルギー体そのものっていう感じだったね。だから、5層から6層に行く間に、クンダリーニ覚醒が起こるの。っていうか、6層に行くには、そのクンダリーニ覚醒で、その魂の状態。
あのエネルギーそのものの状態にならないと6層にまず入れないから、肉体を維持しながらキープできるのが5層が限界かな、うん、生きていくため、同情じゃない、生きていくため大黒天に会いたいけど会える5層の段階で会えるんじゃない、5層6層の間で、うん、競争っていうかね、これねアートワークでアート活動するときに着てる服なんだよね、うん、ハリーポッターではないかな、うん、あー漁師っていうかなんだろうね、東洋的なことの方がいいかもしれないな、ね、なんかこうクンダリーニ覚醒とかで調べてもらうと、うん、猫間、猫間ちょっと待って、猫間ちょっと待って、パンツ履いてる、ちょっと待って、猫間ズボン履いて、猫間ズボン履いて、猫間さん、あーパンツだ、猫間ズボン履いて、はいはい、ズボン履いて、あごめんごめん、すいませんすいません、うん、頭開いてんのかな、うん、火の呼吸法っていうのを使うね、うん、ダサい服かっこいい、ありがとう、うん、間違いなく湧いてる、いいじゃん頭開いてても、うん、はい、おはよう。36号さんおはようございます。おはよう。うん、瞑想にハマってるんだ。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。うん、夢の中じゃないね。ちゃんと起きてる時というか、まあ瞑想状態なんで、変性意識状態ではあるけどね。うん。まあまあそんな体験でしたね、うん、頭いかれてるよ、うん、頭いかれてるいかれてる、うん、レベルは高いかどうかわかんないけど、うん、
レベル高いのかな、どうなんだろうね。いや、あのもう6層に行った段階で、あの人とかそういうことではないんで、あの人物ではないですね。猫またやったの、セックスしたの。あ、そうなんだ、関西弁なんだね人間ではないね、人の形はしてないですね。光そのものがイメージとしては一番近いかな、あ、お酒はあんまり良くないね、いや次元とは違いますね。あえてその層っていう言葉だから、そういう次元で言うのは多次元ですね、何度も生き返るのはなぜ、帰ってきたかったんじゃないかな、心肺停止して帰ってきたっていうことは、まあでももう遠くないかもしれない、遠くないだろうね、もう近いかな、生きてる間にあの一緒にいてあげてください、そばに、本人は記憶あるからね、あのあれでそばにいてほしいって思ってるからね、はたから見ると病気で意識がないように見えるけど、あのお父さんは確実に多分誰かにいてほしいと思ってるはずよ。手握ってあげて、見舞いに行った時手握ってあげるといいよ。ミリオンゴッドかな宇宙の創造主かどうか、っていうよりも宇宙が無限っていう感じかな、もっともっと根源的なというか、 もっとそのなんていうのかな、みんなが思ってる宇宙って無限にあって、もっと多重構造になってるのね。でその根源のそのものみたいな感じかな、だから物理的に意思を持って作ったっていう感覚ではないかな、何してるの、そこにただ存在してるみたいな感じかな、そこにただ存在してるっていう感じかな、宇宙の橋はなんて言えばいいのかな、この宇宙に関して言ったら橋はなくてずっと広がり続けてる感じかな、でその宇宙がつながってるっつうか、なんていう、裏返ってまた宇宙があるみたいな、無限に宇宙があるみたいな状態。おはよう村さん、膜宇宙論に関してはこの人の文献読んだ方がいいよ。なんだっけな、ちょっと待って、リサ・ランドールさんね、この人の文献読んだ方がいい、膜宇宙論に関しては、リサ・ランドールさん、ね、専門家の知識をちゃんと入れた方がいいよ、俺宗教は別にやってないですね、細胞の一部、クンダリーニ覚醒はそうだね、修行が必要だね、火の呼吸法とかが有名かな、もちろんあの修行が必要ですね。ああ、39号さん近いね、その感覚はいいね、言葉にするとそれすごくいいね、根源っていうね、源泉とか根源とか、それは君にね、
火の呼吸法はね、調べる出てくるよ。あのヒクソン・グレイシーとかがやってる。鼻炎じゃないね。違和感しかない。ああ。
シルバー作ってる作ってる、ちゃんと作ってるよ、ちゃんと作ってるよ、あ、写真ね、3枚購入していただけるということで今連絡が来てますね、はい、写真作品 3.5 購入で今昨日の夜かな連絡が来てましたね。あ、お仕事中っていうかね、写真の、作品購入したいっていう方が問い合わせが来てて、台湾行きたいっすね。ただね、免許をね、取りに行くことになったから、またしばらく免許取り終わってからになったね、台湾行くのは。台湾はね、多分行くことになると思うね。写真はね、1万5000円で今回購入してもらえて、3作品だから4万5000円だね。4万5000円。車の免許とバイクの免許取りに行くの。写真はね、今回1万5000円で買いたいっていう依頼でいただきましたね、ご連絡。いつ頃？今月の末だね。おでこはピアスだね。おでこピアス。これですね。この作品とあと2枚売れたね。この作品が売れましたね。ありがとうございます。これですね。車とバイクでいくらだったっけな。合宿で20数万お母さんが出してくれることになって、お言葉に甘えることになりましたね。パスポートはまだ撮ってないね。なんかね、最初ね、ご連絡いただいた時に写真集を作って、あとの2つはどれかな、これかな、ちょ待ってね、これじゃない、これは在庫、これが2点目売れたやつ、これだね、これが2点目の作品、これですね。車とバイクはね、買う予定はないな、お金ないからね。で3点目がこれかな。3点目がこれですね。こちらの3点目です、これが。この3点が4万5000円か。合計4万5000円で販売。売れましたね。あ、でも実際 5個は売れてるんだ、今。5個は売れてるから。なんか買う人は買ってくれるよ。釣りかどうかわかんないけど、釣りではないと思うけどね。1枚目好き？ああ、ありがとう。そうだね、なんかもともと最初は写真集が欲しいっていうふうに言われて、写真集発売してますかって言われて、
で、写真集は出してないんですっていう話したら、もしよかったらその作品、現像してあって額に飾ってある作品であればありますよっていう話したら、3点買いたいっていう風に。2枚目欲しい。あ、もしお問い合わせいただければ発売してますよ。購入してもらえれば。あ、ぜひぜひお問い合わせ DM から LINE でいただければ対応しますよ。初見さんいらっしゃい、イーさんいらっしゃい、こんばんは。こんばんはじゃないか、おはようか。おはようございます。まあいいですよ、DM から LINE お待ちしてます。今ある在庫は、今在庫全部切れちゃったから、だいたいこう予約、作品の予約いただいてから10日ぐらい時間かかりますね、発送までに。で、今在庫あってすぐ送れるのはこの作品かな。この作品はすぐ送ることができます。これは1個余ってるやつですね。1個余ってるというか在庫がある作品ですね、こちらは。観覧車の写真はリンネからの下脱じゃなくて、向こう側の第5層の世界を表現してますね。5層の世界ですね。あ、人物写真苦手なんだ。もし過去に作った作品で風景写真があって、それで作品を作ってもらいたいというオーダーだったら全然対応しますよ。例えば今持ってる海の写真とか、観覧車の写真とか、トンネルの写真とか、いろいろ風景写真ストックはあるんですけど、滝の写真とかで、そういうので、まあ、何枚か送って DM とか LINE もらえれば、 こういう作品ありますけどって言って、でその中で1枚選んでいただくとか、そういうのもできるよ。フォトショーのオーバーレイではないね。空の写真とかも撮ってますね。空はね、映像作品作ってますよ。こういうのを作ってますね。あ、これじゃねえや。空はこういうのがあるかな。ちょっと待ってね。空の写真は、空これかな。これだ。空こういうタッチだったらありますよ。写真何枚も。こういう写真、空の。7層の写真はまだ作れないな。あ、こういう写真ならいっぱいある。オリオン座とか、これは映像作品なんだけど、写真のフレームも何枚か撮ってるから、ありがとうございます。綺麗。こういう洞窟の海の写真もあるかな。あとどんなんだろう、こういう風景写真とか、東京、これ新宿だね。あとこういうのとか、こういうのもあるかな。まあご希望があれば、対応しますよ。これはね、伊豆ですね。伊豆の海の写真ですね。自然好きですね、僕。都会の風景も好きですけど、自然も好きですね。オーダー応じるよ、全然。全然、オーダー応じるよ。ただ、その作風のタッチとかの指定はできないっていう感じかな。風景でこういう写真で、これくらいの予算で作品を作ってほしいっていうオーダーはできるけど、その、誰々風に撮ってくださいとかはお断りしてる。タッチだけだね。
タッチだけはあのお断り、こっち側でやりますっていう、うん、ちょコーラ入れてこようかな。いやどうだろうね、このいいんじゃないの、うん、あんまりそこに関してはなんかこうなんだろう、評価されたいとかいう感じでもないかな。なんか普通にあの撮りたいものを撮ってくってイメージかな、うん、撮りたいものを撮って作品をこうリリースし続けたいですね。
台湾で個展か。まあまずは行ってみてからかな。イヤホン、声ヘッドホンでね、自分の声聞いてる。モニタリングだね。これチョコパイ、セブンイレブンのチョコパイ超おいしい。これうまいんだよな。甘いの大好き。台湾語わかんない。昨日はね、バームクーヘンだね。まあ俺全然甘いの大好きだよ。逆に言うとね、お酒をそんな飲まないかもしれない。お酒はなくてもあってもいいって感じ。おはよう、スティさん。仮面ライダーグレイブって東郷フェス来てた。新宿でホームレスだったんでしょ。仮面ライダーグレイブわかんないな。これからアートでお金稼いで、配信でお金稼いで、映画作って大金持ちになりたい。アップルパイ。ダメ？甘党甘党。大金持ちになったら映画撮る。また映画撮る。億万長者目指してるよ。ありがとう。ヨーグルト苦手だね。あんま食べないね。車月末。いや、映画本当に撮りたいと思ってるよ。映画本当に撮りたいと思ってる。野菜あんま撮ってないね。野菜撮んないとね。
変な服着て神様連呼とか朝原と同じ間違いない、うん、間違いないね、うん、うん、8ラインってなんだろう、8ラインがちょっとわかんないな、うん、前の彼氏のミュージシャン志望の紐も全く同じこと言ってたっつってとんでもねえダメな男と付き合ってたな、うん、好きだったんだよね、しょうがないよね、うん、修行するぞ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 、人当たりで持っている、みんなの心に持っている、三四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 朝原三四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 朝原三四、劇団とか入らないかな、うん、劇団とか入らないね、うんうん、あ、区切られてるね、区切られてるね、うん、猫マノは甘いの食べないもん、猫マノ甘いの食べない、甘いもん大好きだね、うん、何気にモノマネうまいよね、そうなんだよね、何なんだろうね、昔からモノマネ好きなんだよ、声マネって感じかな、うん、100メロまだあんだ、へえ。はい、ワードツー、ほっほ、ご飯ご飯、うん、区切られてますね、8ラインがちょっと僕はよくわかんないんですけど、なんかこう本当は第6層に行こうと思ってて、精霊とか天使とかがいる世界に突き抜けちゃったんですよ、でそのまま神様のところまで、神様っていうのもあれ、なんか第7層にバーって行っちゃって、で跳ね返されましたね、うん、まあ演技は大事だよね、うん、演技は大事、でも俺が劇団に入るっていうか、劇団の人とコラボすればいいな、うん、100均ジャップぐらい分かるよバカ野郎100均ジャップぐらい分かるよバカ野郎、うんうん、ああ大丈夫、昨日全部悪いカルマ、ゲロ2リッターぐらい出したから、そう第7層に行ってパッて帰ってきたらブワッつってすごかったよ、もう床こんなびっちゃびちゃになるぐらい吐いた、うん、すごかったね、ゲロゲロ吐いた、あんなに吐いたの初めてだよ、だからノーモッシュのジーパン洗ってるよ、うん、ただのゲロっていうかね、なんか俺が感じたイメージは悪いカルマが落ちたみたいな感じだったね、なんか疲れが一気に抜けたっていうか、
あのままだったら死んでたな、ストレスでな。バベルの塔とかのイメージは第5層かな、シャングリラとかその辺とは第5層で見れるかな。もっともっともっと上上、むしろバベルの塔とかのイメージが6層7層とつながるところの建物だから、第5層の段階でもうバベルの塔は全然ラピュタとかね、そういうイメージは、いやだからクンダリーニ覚醒は配信に載せたじゃん、2リッターぐらい入れたね。2リッターじゃ効かないんじゃないの、3リッターぐらい出たかもしんない。すごかったね、ドバドバ吐いたもん。多分死んでただろうね。猫マはもう配信しないんじゃないかな、わかんない、配信するかどうかわかんないけど、もう1週間ぐらいやってないや、ずっとゲームやってるね。ずっとゲームやってる、なんかゲームが好きみたいね。すげえ体力だな、18時間ぐらいずっとゲームやってるもんね、ノンストップで。わかんない、納得させるとかするとかしないとかはみんなの問題じゃないの、わかんない、わかる人はわかってるからいいんだよ、第何層に行ったまま死んだら下界ではどんな感じ、まあだから旗から見たらアウアウアーっていうか、もうなんか精神病の一級患者で緊急入院レベル、草間彌生さんみたいな感じになるんじゃないのかな、かもしくは心停止、心肺停止か脳死か、まあまあとにかく死ぬだろうね、猫間は覚醒してないと思うけど、ああそうなんだ、お湯割りちゃんありがとう、嬉しいよ、ありがとう、いやだって証明しろって言うから見せたけど、それ見せても信じないっていうのはもはや俺の問題じゃないじゃん、それは俺どうしろって言うんだよ、だから信じない人ってさ何を言っても信じないじゃん、だからまあ信じないのは俺の問題じゃないじゃん、そうだよ、アウアウアの人ってあれだよ、第7層にいるんだよ、そうだね、神への反逆っていうかたたりっていうのかな、なんつうんだろう、怒られるっていうのかな、怒られるっつうか跳ね返されるっていうか、そんな感じかな、もう一回見せてか、もうどうだろうね、あんまりもう7層とか6層にはあんまり行きたくないかな、正直言うと怖いっていうか、多分ね人の形を保てないね、人の形を保てない、なたまにね体動かさないとね、神様に会ってる人たくさんいるだろうね、精神病棟には、まあ、浅井さんとか典型的じゃん。チャクラを上げるためじゃなくて、クンダリーニ覚醒成功したから、その記念で入れたんだよね。でも入れてよかったよ。昨日とかここ、すごい分かりやすかったから。目印になったから。
そう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 。第6層、第7層から戻れなくなった人たち。第5層でも結構アウアウアーかな。ただ第5層だと会話はできるレベルだから、戻ってこようと思ったら戻ってこれる。だからスピリチュアルとか霊感があるとか、イタコとかユタとか、その辺が第5層とアクセスできる人で、でも完全に戻ってこなくなっちゃった人っているじゃん。それはもう6層7層だろうね。あれ、表示されなくなっちゃった。特にそういうのはやるつもりないかな。いや、なんか、特に。それはね、シータヒーリングっていうおばちゃんの本だね。シータヒーリングっていうおばちゃんの説明がうまいおばちゃんだね。で、その説明の原理にのっとってやった方が、多分リスナーさんに分かりやすいなと思って。六道輪廻とかチャクラとかだと分かりづらいから。だからあえてその七層とか六層っていう分かりやすい言葉を使ってるけど。でも全部指してる言葉は一緒だね。浅井さんの手作りの本すごいね。いや、すごいよ。あ、そうなんだ。へえ。美人のお客さんね。シータヒーリングで検索したら出てくると思う。え、地震？カレーの調味料じゃないで。六道輪廻っていうのはみんなが知ってる、あの地獄とかガキ畜生道とか天界とか、そういうあの仏教だね。あー、ベルゼブブね、ベルゼバブとかね、まあでもベルゼバブは悪魔なんじゃないの。ハエの悪魔じゃなかったっけ。依存体質、何に対する依存ですかね。依存体質なのかな、どうなんだろう、違うと思うけど、何に対する依存だろうね。もうずっとつけっぱなしにすればいいのか。わかんないね。よくソースを語る上で文献というワードを使っているけど、どのような文献ですか？参考までにいくつか教えてください。成瀬さんの本とかいいかもしれないね。成瀬さんと、あとダンテス大樹のニルバーナのプロセスとテクニックとか、あと宗教を読むなら小室直樹の宗教言論とか、あと何だろうな、中澤新一の虹の海底とか、チベットのモーツァルトとか、その辺とかどうすかね。配信適当っすね。起きてやりたい時にやってますね。何時から何時とか定時配信とかないっすね。お金厳しいね。猫間の両親への依存？両親って両親いないぞ。
いいんじゃない？親を頼れるときは猫マン親に甘えていいと思うよ。マイアイテムが全く飛ばない現状について一言。アイテムください、お願いします、アイテムください。シータヒーリングググったらあった7つの層の話、これを読めば和道さんになれるのか。いや、なれないと思うね。なれないと思う、うん、そうだね、事務所所属してるね、うん、なんで飛ばないんだろうね、君が投げないから。みんな投げて、うん、猫丸両親いるよ、タバコ吸ってくるね。はい、ワードツー、こんにちは、うん、リンネが辛いか、下脱すればいいんじゃない、うん、下脱すればいい、うん、
映画まだできてないね。お母さん還暦だね。これはね、ノーズミントっていうやつですよ。ドンキホーテで売ってるやつ。あとタイガーバームのやつ持ってますね。タイガーバーム、タイガーバーム、うん、クンダリンにシルバー作る、うん、ワンルームすごいよ。ワンルームでちゃんと上にさ、こうやって天井にさ、ハンモックつってスライムとかぬいぐるみとかいっぱい飾ってるから、ね、すごいよね。よくやるよね。下脱できるよ。全然余裕ないよ。うん、全然余裕ないよ。ここが7層でいい。この部屋が7層。だって月収10万ぐらいしかないよ俺。全然稼いでないよ。でもこれから稼ぎたいな、うん、稼ぎたいね。神様に会った感想は人が踏み込んじゃいけない領域だと思ったかな。ゲロ2リッターぐらい吐いたね。貯金ないないない。もう全部このね、3月ぐらいから10万ぐらいに落ち込んじゃって、もう全部使っちゃった。全然お金ない。10万、今月は10万ないね。今6万ぐらいかな。昔は25万ぐらい、3月までは25万ぐらいずっと稼いでたんだけどね。これはね、ピアスですね。あの、マイクロダーマルっていうピアスで。ピアスですよ。こんな感じかな。ブラックオパールが入ってますね、こんな感じです。埋め込んでますね、ピアスを。綺麗でしょ、ブラックオパール、こんな感じですね。インプラントしてますね。おっさんだからな。おっさんだからしょうがないよ。ヒーっつって、ブツブツすいません。ごめんなさい。こ外れないね。外れるときは皮膚を引きちぎる感じかな。何がチャリチャリ言ってんだ、これか。タバコの本数減ったね、やっぱり。あの、家でソファーでタバコ吸いながらパカパカ配信やってたけど、一回一回移動するからタバコの本数は半分以下になったかな。減ったな、タバコは。
免許いつまで？合宿に行くよ。合宿行く。ああ、まあ、ふわっちはっていうか、人気商売はそうだよね、全般的にね。一回落ちたのは上がるとかね、難しいよね。外配信はしないかな。もともと家雑談系配信者だから、外配信は特にしない。交換はね、半年ぐらいすると、中に入ってるプレートが癒着するっていうか、固まるから、そしたらネジをこう、コロコロコロって外せば、上の部分は変えられるかな。自家製タバコの栽培ってできんのかな。それ面白いね。もう賞味済んでるね。月末に取りに行くよって。月末っていうか、まあもうあと1週間ぐらいかな。1週間ぐらいしたら取り行くね。同じ時期だね、うん、のんちゃんと別れたのと同じ時期だね、うん、頓挫するかどうか分かんないけど、俺が行きたいっていう話だから、うんうん、手続きはもう済んでるはず。猫間がやってくれたはずだね。21万ぐらいだ。え、みやびくんって免許持ってないんだ。持ってると思ってたわ。白はね、まあ猫間と一緒に買いに行って、猫間が白がいいんじゃないって言ってくれたんだよね、うん、白がいいんじゃないって。うん、あーそっかそっか、飲酒運転で取り消しか、うん、あ、そうなんだ。落ちる人いるんだ。大丈夫かな。受かんなかったらクソ笑うよね。20数万円パーだからね。20数万円溶かしたらもうさすがに信用ないよね。原付は2回やったけど一発で取れたな。でも原付とはレベルが違うでしょ、学科とか。うん、学科受からない人いるんだ、うん、原付落ちるってすごいよな。あのマークシートで落ちようがないかな。ペーパーの勉強苦手だね。うん、学科は原付レベルなんだ。へえ。
嘘、落ちそう。やばくない？免許はね、もう更新しなかったから、なくなっちゃってるね。実技が難しいってこと？大丈夫かな。 大丈夫だといいんだけどな。実技も難しいんだ。テンパって人引きそう？ どうだろうね。まあまあ普通に言って一生懸命勉強したら受かるかなと思ってるね。パスポートないよ俺。無職がなせる技っつって ちょっと言い方面白いな。無職がなせる技は面白いな。おっさん合宿免許恥ずかしいの？そうなんだ。取る人あんまいないのかな。若い子ばっかりなんだ。まあそうだろうな。みんな若いうちに取るよな。猫間は車の免許があるかな。バイクの免許を取り行く猫間。合宿ヤンキーだらけなんだ。やだな。そうなんだ。お母さんがね、プレゼントしてくれたね。猫間のお母さんが。久しぶりに来た？いらっしゃい。こんばんは。若いドキュンは仲良くできないかな。 オートマ限定じゃない。俺はね、車はマニュアル。バイクもマニュアル。両方ともマニュアルで撮るね。せっかくだから、ほら、ランボルギーニに乗りたいから。ランボルギーニに乗る夢はあるから。それは諦めてないかな。だからマニュアルにしたね。お母さんお金持ってない。ダブルワークで一生懸命働いてるお金をその俺に使ってくれるんだよ。和藤さんめっちゃかっこよくなってる。いや、かっこよくなってないよ。 いや、かっこよくなってないよ。
映画監督になる夢どこ行ったの？頑張ってるよ。映画監督やろうと思ってるよ。うん、やりたいね。うん、フェラーリの方が似合う。俺ランボルギーニの方が好きなんだけど。フェラーリか。うん、フェラーリよりもランボルギーニの方が好きだな。うん、前からかっこいい、ありがとう。ドキュンいてもね、瞑想すればいいんだよね。神様に会いに行けばいいんだよね。そうそう、スーパーカー、オートマばっかりなんだ今。知らなかったわ。おお、ナノさんいらっしゃい。模様替えっていうかね、あ、今猫マの実家にいるんだよね。うん、まず買えないでしょ。いや、買えるでしょ。ランボルギーニ買いたいよ俺。うん、みんなの花火で買うんだよ。神って5次元だか4次元に存在できない、つまり死ぬと神が離れていきますね。ちょっとよくわかんないかな。うん、和道さんの顔好き。あ、本当に？なんかどこにでもいる顔じゃん俺の顔って。なんか特徴が全くない顔だと思ってるけど。うん、ああそうなんだ。特殊かな。どこにでもあるような、なんか平凡な顔だと思うけど。ランボルギーニアイラだったら買えるでしょ。ランボルギーニって2000万ぐらいで買えないの？アイラだってもう1億とか2億とか稼いでるぜ。うん、駒坂上下メートルはなしって覚えて。駒坂上下メートルはなし。ほうほうほう。駒坂上下メートルはなし。ほう。中古で1000万ぐらいか。だったらアイラ別に買えるでしょ。アイラがランボルギーに乗っててもおかしくないよね。ランボルギーに乗るよ俺はね。ロールスロイスのファントムっていう車が好きなんだよ。ファントムとかゴーストって車があるんだけど、ロールスロイス、ロールスロイスのねゴーストが好きだね。ゴーストかっこいいね。これをなんかジーパンで乗りたいかな。ロールスロイスのゴースト。ワドラも買う、うん、水平リーベイ僕の船。それって化学記号じゃなかったっけ。今ゴーストっぽい。オートマにすればよかったかな。うん、マニュアル車っていらなかったんだ。マニュアル免許っていらなかったんだね。うん、ベントレーもかっこいい。なんかせっかく生まれてきたんだったらめちゃめちゃかっこいい車乗りたいよな。化学記号分かっただけでも奇跡。まあね、中卒だからね。3年間の維持費だいたい152万。すげえ、152万、やば。高校卒業認定は受けないかな。今さら学歴上げてもしょうがないでしょ。だったら中卒の方が面白いじゃん。MT 風のパッドがついて雰囲気でガチャガチャできる。へえ。まあ高級車と悟りは真逆だね。そうだね、全く関係ないよね。アイライケメンだよね。わかるわ。アイラめっちゃイケメンだよね。いいよな、イケメンは。美人とかイケメン得すぎるだろ、この世の中。そう思わない？美人とかイケメンに生まれたかったな。なんかめちゃめちゃ羨ましいもんだよ、アイラとか。
免許はね、原付しか持ってなかったね。まあ、都内高いよね、駐車料金ね。イケメンじゃないよ、全然モテないよ。全然モテないよ。イケメンだったことなんか一回もないわ。俺だって女の子に告白されたこと人生で一回もないんだよ。好きですとか付き合ってくださいとか言われたこと人生で一回もないんだよ。すげえコンプレックスあるわ。なんかバレンタインとかもなんかすげえ羨ましかったもん。モテたこと一回もないね。モテるとさ、彼女がいることはまた別じゃん。モテたことがないの。羨ましいよな。ねえ、そうそうそう、見た目いい方がいいじゃん、配信。っていうか、全部におけるよね。仕事やる上でも、何やる上でも、イケメンの方がいいもんね。いいよな。猫マ告白した、配信で。配信上で告白したね。そしたら、付き合ってくれるっていうの。整形はちょっと抵抗あるかな。整形は怖い、なんか顎とか削るのめっちゃ怖いね。なんかそれはやらないかな、整形は。金梅さんと養分いいとモテるじゃん。イケメンかどうかで言ったら分かんないけど、アイラの方がイケメンだと思うけど、モテるはモテるじゃん。俺モテないもん。整形の痛さはワクワクするんだ。怖えな、なんか。より目を治す治療はあるよ。あるある。全然あるよ。普通に外科手術であるよ。監督ごっこが好きなの。好きなの。7層に行った配信者ワド監督だけだよ。っていうか、多分7層に行った人って日本人で何人いるのかっていう話じゃないの。 わかんないけど、お金めちゃめちゃ困ってるね。 お金めちゃめちゃ困ってる。ああ、人間味がある人の方が強いのかな。そうなのかな、年取ってくるとね。このトップス、これはどうなってる、ローブみたいになってるね。こういう風になってて、で、水牛の角で止まってる形かな。なんていうんだ、フードになってるかな。こういう感じかな。どうなってる？なんかこう着物みたいに羽織る感じかな。このボタンでこう止めてて、ここでこうやって止めてるかな。あとここ肩の部分で止めてるから、マントみたいな。熱くないね。 これ高いよ、高い。はい、ワド2、長さんいらっしゃい。これは高いですよ。全裸に着てこそ、ローブは。子
子供欲しくないかな、うん、オーダーメイドっすね。これはフルオーダーメイドっす。花火と振り込みどっちが正直いいのでしょうか。花火かな花火でも振り込みでもいいけど、花火が一番なんかこうテンション上がるかな。なんか配信頑張ってるっていう感じがあるね。なんかこう嬉しいかな。シルバー見せていただきた。はい、こんな感じですね。こんな感じでございます。ちょっと待ってね。行くよ。はい、この辺か。こんな感じかな今。こういうデザインになっております、こんな感じです今。模様素敵、ありがとう。これはね、緑色っぽいのはね原型ってやつだからね。これをシルバーに変えるって感じ。ワックスってやつだね。こんな感じで、こういうデザインですね。これ268,000円。照明の色ってどうやって変えてるの？照明、こういうクリップの照明に、この照明に、ここにあのフィルターを、なんかあの色透明の、なんかあるじゃん、下敷きみたいなやつ、あれをかませてるとか、ガムテープで貼ってる、そういう感じかな。暑くはないかな。26万でどこがバカなんだよな。26万で売って何が悪いんだよ。どこがバカなんだよ。タバコ吸ってくるわ。
天才気取ってないよ、凡人だよ。シルバーネタじゃない、全然本気で作ってるよ、ちゃんと作ってる、うん、ちゃんとやってるよ、うん、素人感丸出し写真、そうかな、うん、スプリングはね仕込むっていうかね、あのカチャっていう部分でしょ、あれはねバーだね、あるんだよバーのタイプが、バーのタイプがあるね、うん、天才気取ってないんだけどな別に、うん、実際プロなのかどうなの、写真でも売れてるよ、うん、後ろのズボンは脱がない、大丈夫、さっき履かせたから、パンツ履いてティーバッグ履いてるね今、うん、俺もう起きたね、今起きたところ、猫もいつ起きるか分かんない、うん、起きたい時に起きるよ、誰に売れてるって、誰にって言われてもお客さんに、うん、今日も問い合わせあって4万5000円で売れたけど写真、うん、誰って言われてもね、なぜそれをあなたに言う必要があるのか分かんないけど、うん、買ってくれる人がいたら全然写真売るよ、うん、写真4万5000円で売れたけど、ね、猫まは4月に付き合ったから、うん、4、5、6、7、8、9だから5ヶ月ぐらい、6ヶ月ぐらい、5、6ヶ月ぐらいだね、うん、統合フェスは誰も見てくれなかったね写真ね、うんうん、知らない人に売るために個展を開きたいんですよ、パラサイトアーティストすごいすごい言い方だよパラサイトアーティストって、うん、安く売りすぎかな、まあでも値段はねお客さんに決めてもらってるから、うん、そっちで食っていけばいいのに、配信が好きなんだよ、うんうん、配信が好きなんだよ、うん、猫マンの実家に住んでるね、A2 の写真のね10万のやつは釣りだったね、連絡来なかった、うん、連絡来なかったね、だから売れてないね10万の方は、買うっていう人はいたけど問い合わせが来なかったね、まあ A2 の写真 A4 だから A3 で10万ぐらいかな、うん、働きなよ、やだやだ、働きたくない、配信で楽してお金儲けたいんだよ、花火が欲しいんだ、花火が、楽してお金儲けたらダメなの、うん、楽しくお金稼ぎたいんだよ俺は、やだ器用貧乏かな、どうやったらお金って儲かるんだろうね、形から入るの大事じゃん、バンドとかもジャケ買いとか大事じゃん、うん、バイトやめた、うん、とにかく遊んでたいね、うん、みーすけに直接養ってもらえ、みーすけ養ってくれるかな、猫マと付き合ったらファン減らないの、減ったよ減った、うん、写真やってますよ、うん、よいしょ、写真やってますよ、女に捨てられたら行く場所ない、ああ
ホームレスかな。猫間に捨てられたらホームレスかな。猫間はでも捨てないよ。第六チャクラを開くコツは？おお、第六チャクラを開く。中を見つめるみたいな感じかな。中をゆっくり見つめていくと自然に湧き上がっていくのをコントロールしていく感じかな。ネコマ何のゲームなんだろう。俺ちょっと分かんないんだけど、なんて言うんだろう。 MMO ってやつ、 MMORPG。 給料とかじゃないね別に。あ、第六チャクラはもう完全に開いてるから俺は。もうとっくに開き終わってるね。全然平気かな。フリーの方が花火飛びそう？ああ、まあどうなんだろうね。その辺ちょっとわかんないかな。どうなんだろう実際。写真はね、DM か Twitter の DM か LINE に問い合わせしてもらったら、 LINE で対応してもいいし、 Twitter で対応してもいいし、まあ電話でもいいしね。 LINE だったら電話できるから、まあ LINE 持ってない人は Twitter かな。佐藤さんはね、あのよっさんのファンだから。ひまわりだから。ひまわりと暗黒だから。俺のことをあの配信者としては微塵も認めてないから。佐藤さんはもう6年7年ぐらいもうよっさんのことずっと囲ってるね。合宿はね来週から。猫間ちゃんの囲いさん嫌なんじゃん、やっぱり。あの猫間の囲いの男性からすると俺は敵だからね。その間配信はまああの寮でやろうかなと思ってるけど。写真の個展開くときは販売もしてるし、ネットで今も販売もしてますね。もうね連絡取らないでって言われたね。ツイッターとか LINE とかも全部ねブロックされてるし。寮一人部屋だね。寮一人部屋。関わってた？いや俺カー君とか2回しか会ったことないもん。わかんない。金持ちの女性探して紐にならないと無理。あの車の合宿だね。車の合宿の免許の、猫間猫間。爆睡してるね。はい、ワドツー、こんにちは。
車って免許取ると欲しくなるって言うよね。どうなんだろうな、バイクは欲しいと思うけど車欲しいと思うのかな。車欲しいと思ったこと一回もないんだよね、うん、あ、銀座デザフェスギャラリー学生が多いよね。え、でも俺デザフェスギャラリーこの前行ったけど、あの結構おっさんもいたよ。銀座の方がいいのかな。でもなんか今やってるアートワークの活動が若者向けにやってる部分もあるから、うん、だったら、うん、原宿でもいいのかなっていう。逆に俺のねアート系だったら銀座とかでもいいかもしれないけど、うん、次の目標は免許取ることかな、うん、あとは個展を来年開きたいっていう。あとデザフェスに出演したいね。出演っていうかあの展示したいね、デザフェスに、うん、いや無理でしょ、入場料100万なんか誰が来んだよって話でしょ、うん、それは無理だよ、うん、神様に会えましたね神様に会えましたね、うん、昨日っすね、うん、昨日会えましたね、映画撮りたいね、うん、もう7層に到達できたね突然だったね、神様、うん、どんな感じか思ってたのと全然違ったななんだろう、あ、こんな感じなんだって思ったけど、まあ光の塊って感じかな。人全然人とは違う、全然違う全然違うね、うん、神様にアポ取ってもらっていいですか。ああ会いたかったら会えるんじゃないかな、うん、言ったもん勝ち。あ、そういう風にあれか思うんだ、うん、人とは全然違ったな、うん、なんか想像してたのと全然違ったかな、うん、え、俺ね絵下手なんだよね。だからいつか映像でそれを表したいなっていうのは目標かな。写真とか映像とかでその神の世界っていうのを描きたいね、うん、喋らないね喋らないね、喋るか喋らないかで言うと、まあ、絶対喋らないよね、うん、信仰宗教、うん、あ、ただの幻覚か。じゃあなんで俺は2リッターもゲロ吐いたのかな。2リッターゴバゴバ吐いたかんな。まあ糖質だ、まあ医者に言ったら糖質だって言われるだろうね、幻覚だっていうね、うん、光の塊神だと思った証拠は、証拠、証拠って何証拠、根拠、根拠か、根拠、うん、
本拠か。分かったっていう感じ、分かったっていうか、まあ神だからな、根拠とか言われてもの、いや神に、神だからな、なんていうか分かんないな、うん、2リットルやばかったね。人じゃないね、まずね、人に誰にも似てないね、説得力ないよね、説得力ないよね、わかるよ、言いたいことわかるよ、吐いた照明猫間が見てるからな、ゲロゲロ吐いてるの吐き終わった現場見てるからな猫間は、いや全然適当じゃないよ、本当のこと言ってるんだけど信じてもらえないんだよ、いや別に宗教放送になってない、なってない宗教やんないよ、まあじゃあ証明しろって言われても、証明しろって言われてもな、何とも言えないよな、寝相だいぶ良くなったよ、昔ひっくり返ったりベッドから落ちてたもん、全宗教の中のトップっていうか、だからヤハウェとかエホバとかアッラーって呼ばれてるものって感じかな、なんか根源的なっていう、もうみんながあれを指して言ってるんだって、仏教でいうとこのダルマみたいな感じかな、君と同じことを大学生時代に教授が話してくれた、2リットルという具体的な数字の根拠を教えて、そこを疑う、そこすらも疑うんだいや2リットル吐いたからだね7層でお会いできたっていうか、7層そのものだったって感じかな、7層までしかないね、7層までしかないっすね、いやゲロは測ってないけど、タオル30枚ぐらいビチャビチャにしたね、SAO ってなんだろう、SAO ってなんだろうな、神様は全て許して受け入れてくれるけど、あんた負けだろ、跳ね返されたっていう感じかな、感覚的に言ったら、短命で死ぬのかな、死ぬのかな、やっぱセフィ、どうしたらあちらの世界を体感できますか、本当に興味あるんなら電話ください全部教えてあげるよ、本当に興味あるんだったら電話ください、猫もお尻でかいよ、タトゥーはね、おでこに入れようと思ってますね。タトゥーはおでこに入れる予定。リアトツでもいいですよ、全然。電話料金発生しないね。LINE だから無料で。おでこでもうピアス入れちゃったかな、おでこ
もうピアス入れたらタトゥーも変わんないと思うけどな、うん、跳ね返されてなんか来たらダメっていうのかな、言葉にするとこう戻りなさいとかそういう感じかな、うん、うん、だってこれ外せないもん、埋め込んでるんだもん埋め込んでるんだもん、外せないよ、うん、タトゥーやめた方がいいかな、うん、何でも形から入るタイプだね、うんうん、タトゥー入れたいね、デコピアスはまた違うの。でも結構デコピアスも反対されたけど、いざ入れてみたらなんかそんなに違和感ないねって言われたけどね、うん、最初猛反対されたけどな、タトゥーやめた方がいい、うん、合宿中配信やろうと思ってるよ、学校終わったら、うん、タトゥーいいよね。じゃあ皆さんお疲れ様です。次枠行きます。おつおつ。